In 2019, Japan's internet ad spending exceeded 2 trillion yen, surpassing TV ad spending for the first time. CyberAgent's ad creative continues to evolve. 対話エージェントの広告事業は国内トップシェアを誇っています。その強みは広告効果を最大化する運用力と総合力にあります。企画、制作、配信、運用、効果検証、研究開発まで一気通貫の社内連携によりデジタル広告の全体最適を実現しています。近年では特にクリエイティブの制作力を強化しています。デジタル広告で効果を出すためには掲載メディアのアルゴリズムを熟知すること、そしてメディアの特性に合わせた高品質なクリエイティブを大量に作り出すことが必要なのです。サイバーエージェントは国内トップシェアだからこそ蓄積できるノウハウと専門組織の持つ制作力や技術力を掛け合わせ、広告効果の高いクリエイティブを量産し運用しています。また撮影、編集、MA、3D スキャンが完結できる複合型の自社スタジオを保有しています。これにより高品質かつスピーディーなクリエイティブ制作ができるようになり、先端技術を使った新しいクリエイティブ開発が行える環境を整えます。サイバーエージェントらしい事業シナジーを生み出した新しいクリエイティブを紹介します。メディア事業が提供するアベマ TV と広告事業が連携し、大ヒット映画カメラを止めるなのスピンオフムービーを制作し、アベマ TV で配信しました。ネスレ日本様のスポンサードによる番組と連動したオリジナル広告企画で、コンテンツと広告を融合した事例として大きな話題を呼びました。また、ホンダ様の創業70周年を記念したブランドムービーを手掛け、CG を一切使わず、すべて折り紙で制作した挑戦的なクラフトムービーは、海外で多数の広告賞を受賞しています。このように、従来強みとしていた運用型広告に加え、ナショナルクライアントを中心としたブランド広告においても独自の強みを発揮し、その取扱い高は急進しています。成長を続けるデジタル広告の中で牽引役となっているのが動画広告。その背景にはスマートフォンで動画を視聴するユーザーの増加があります。スマートフォンでは短尺、縦型の動画など多種多様なフォーマットがあり、効果を出すためにそれぞれの特性に合わせたクリエイティブの制作が必要になります。サイバーエージェントは動画広告やブランド広告に特化した専門組織、制作会社を設立しており、400名以上の体制で効果を追求しています。フォトグラメトリー技術や 3DCG を用いた最先端テクノロジーを駆使した取り組みも進めております。デジタル広告はマス広告とは異なったアプローチが必要になり、大勢に向けてではなく一人一人に向けた広告展開が重要です。それぞれの趣味趣向に合わせた膨大な広告を従来の方法で作るのは現実的ではありません。 CG と AI を掛け合わせることでクオリティの高い広告クリエイティブを大量に作ることが可能です。また CG をうまく活用すれば、撮影では表現できないインパクトのある映像を自由に作り出すことができます。業界最高峰のスキャンシステムを保有しており、多忙な著名人の方を短時間でスキャンし 3D 化し CG ヒューマンを作成することも可能です。そして実写の人物とバーチャル空間をリアルタイムに合成するシステムを実写スタジオに導入しています。駅や空港、そしてこのステージなど様々な空間を CG によって構築し、スタジオ内にいながら多種多様なロケーション撮影を可能にします。リアルタイムに CG 合成ができるメリットは大きく、合成イメージを確認しながら進められる、撮影から合成、仕上げまで全体の作業効率が大幅にアップします。多忙な著名人の撮影時間を短くできるなど、時間や場所の制約を大幅に下げながら実写に近いリアルな映像を作り出し、さまざまな広告コンテンツを制作しています。サイバーエージェントは未来の新しいクリエイティブにチャレンジし、企業の広告効果最大化に貢献します。